シラバブシラバブとは、イギリスのデザート、飲料である。16世紀から19世紀にかけて人気があった飲み物であり、今日ではこれを元にしたデザートが食べられている。現代のデザートであるシラバブは、脂肪分の高い生クリームに、砂糖、アルコール類、レモンを加えたものが主流であり、フルーツを加えたアレンジがされることもある。シラバブの語源は判明しておらず、シリバブ。 シリバブと綴られることもあった。一説には、フランスのシャンパーニュ地方を指す、シル、シレと泡立った飲み物を意味する、バブをつなげたものと言われている。17世紀から18世紀にかけての時期には3種類のシラバブが存在していた。絞りたての温かい牛乳を、香辛料を加えたシードルやエルに入れ、表面に浮かんだ軽い牛乳とその下の乳製が、 シラバブとして飲まれていた。この飲み物はイングランド王チャールズ2世紀の好物であり、セントジェームズパークにはシラバブ用の牛が飼われていたという。牛乳の代わりにクリームを用いるホイップドシラバブは入念に泡立てた上で一晩置いたクリームをアルコール類が注がれたグラスに乗せて供された。このシラバブは富裕層に好まれ、シードルやエールといった安価な酒に変えて、 ワインやシェリー酒に似たサックという酒が使われていた。18世紀にハナーグラスが観光した料理書座アート・オブ・クッカリー・メイド・プレーン,ンイージーの中にはホイップ・ド・シラバブのレシピが収録されており、1クオートのクリーム、2分の1パイントのサック、セビーリアのオレンジ、レモンから作ったジュース、レモンの皮、砂糖が材料として記されている。 その後エバーラスティングシラバブという液体と固体の中間の性質の飲料が考案され、これが今日食べられているデザートのシラバブの原型となった。ありがとうございます。